はい、じゃあこんな題名で私話していきます。まず、私でこいつですね。エンジニア歴7年の人間です。たまによく喋るので、見かけたら話しかけてください。今スカウターにいます。この写真の中に私はいません。いとこが本出しました。どうでもいいですね。はい、ゆるぼなんですけど、おすすめの Linux マシンがあったらマジで教えてほしいですね。 OS なしで1から入れるのもありです。こんなものやっててもしょうがないので本題いきます。本日のお品書きですね。いきなりスウールの話から入って、スウォールって読むんだっけ。でララベルにスウォールを入れてみるっていうのと、動作性能検証して考察とまとめをしていきます。スウォールですね。これなんで知ったのかっていうと、最近衝撃的に記事が来まして、これ郡山さんが出したやつなんですけど、ベアサンデーにスウォールを入れたらどうなったかっていうとですね、早いと言われてるベアサンデーがスウォールと組み合わせることによって速度が6倍になるっていう衝撃的な記事だったんですけど、スウォールってなんか昔聞いたことがあって、昔これ自分が書いた記事なんですよね。PHP に非同期処理ライブラリを漁ってみたってやつなんですけど、なんかやったんですけど中国製のフレームワークでとりあえず紹介のみってやつでなんかスルーしちゃったんですよね。真面目に調べてよかったなっていうやつなんですが、これについてちょっと調べて、できればララベルを高速化しようかなと思ったところですね。でスウォールですね。でこいつ何かってところですね。PHP のイベント式の非同期処理とかコールーチンを導入してくれるエクステンションですね。エクステンションなんで、コンポーザーとかではインストールできないやつです。で、イベントループ形式なんで、こいつウェブサーバー立てることもできて、中華パワーによって作られてると、中国製ですよね。で、当然中文サイトがあるので、そこを見てみると面白いんですけど、インストール、アンソーって書いてありますね。アンソーしていきますね。ペクルでインストールすることもできます。ただ、やっぱ最新版欲しいので、ソースコードビルドっていうのがおすすめらしいですね。で、さっき言ったようにスウォールっていうのは、イベントループ形式の、ウェブサーバー立てられるので、こんなふうに立てることができるとですね。HTTP のウェブサーバー作って、スタートして、あげればもうこれを PHP で実行してあげると普通にもうスウォールウェブサーバー立ち上がりますね。でこれ大事なのは独立したウェブサーバー立てることができるということですね。 PHP FPM って結局エンジン X が必要だったりするんで、こいつの特徴というのはその自分自身がもうサーバー独立したサーバーになれるということですね。なんかさっきからイベントループ言ってるのはこいつの話ですよね。ワーカーっていうのがあって、でそいつの中でずっと無限ループが走ってるんですけど、イベント Q にこうイベントがボンボンって入ってくると、それに従ってループがそのコールバックをどんどん実行していくという形式ですね。基本的にはイベントループのウェブサーバーっていうのはそのイベントっていうのがリクエストになってて、コールバックでレスポンスを返すっていう動作になります。大事なのはこの子ですね。独立したウェブサーバーになるってことと、イベントループ式のウェブサーバーになっているので、処理を実行するワーカーのプロセスっていうのがあるんですけど、こいつ各リクエストに対して使い回されます。こう見て分かるようにこうずっと無限ループが動いて、そのコールバックをただ返してるだけなんでプロセスは死なないんですね。ということで、ソースコードの読み込みとかパースっていうのが、初めの読み込み1回だけで済むっていうので、高速で動作が期待できるということですね。要するにファイル IO があまり出ないし、パースのコストもかからないという話ですね。で次がララベルオンスールですね。皆さん、ララベルを知ってるのかどうかわからないんですけど、僕は使ってるので、ちょっと紹介しておきます。PHP のウェブフレームワークの一つですね。で、僕の中で一番ララベルで面白いっていうのは、直感的で使いやすい ORM エロキュエントですけど、ここ3年ずっと使ってるんですが、ララベル遅いって言われてるんですよね。これはなんかPHP ベンチマークっていうよくわかんないサイトなんですけど、ここで、ララベルのスコアってブービー賞なんですね。下から、2番目でトップに対して3倍強も差をつけられているということらしいですね。ところでユニークって何なんだろうっていうことですけど、これなんか60ぐらいスターがついたよく分かんないフレームワークだったんで無視していますが、でスウールを使ったら実は速くなんじゃないかっていうことですね。さっきベアサンデーの記事、ベアサンデーとスウールを使って6倍速くなったっていう記事があったんですけど、それだったらララベルも速くなるんじゃないだろうかということですね。でなぜかっていうと、スウォールのウェブサーバーというのはイベントループ式、さっき言ったように常に実行状態なんで、1回読み込んだファイルというのは2度読み込む必要がないと。でララベルというのは読み込みファイルの数がかなり多いんですね。169個ぐらいあったと思うんですけど、多いので、ソースの読み込みとかパースの省略によって、高速化の効果というのはかなり期待できるんじゃないかと思ったわけですね。で、ララベルをスウォールで動かしてみると、で実装としてはさっき見せたスウォールのウェブサーバーですよね。でウェブサーバーをスウォールで立ち上げるんですけど、
その中でレスポンスを返す処理をララベルにやらせるという感じになりますね、実装的には。ただまあそれを自分一人でずっと全部実装するのが大変だったので、今回はまあライブラリー外部ライブラリー使わせてもらっています。なんかララベルスウォールとかララベル S とかあったんですけど、まあ、今回ちょっとバージョンとかの関係でララベル S を使ってます。ということでこいつをインストールしていくという感じですね。こいつのインストールは簡単ですね。コンポーザーでインストールできるやつですね。でパブリッシュしてあげると、でパブリッシュしてあげた、実行ファイルを実行してあげると、これ PHP で実行してるんですけど、まあ、こんな感じで出てきますね。まあ、僕の動作環境が丸見えなんですけど、まあ、こんな風な環境で動かしてるよという感じですね。で検証の方法ですね。まあ、検証の方法、まあ、検証はもう僕の持ってる資産でやるしかないので、まあ、MacBook Pro 上の Docker にまあコンテナを立てて、まあ、Docker にコンテナ立てておかしいか、まあ、コンテナを立てて、まあ、これコンテナの中のスペックとしては 2CPU、2GB メモリーだったんですけど、でこれを Apache Nginx PHP FMium Swall で用意してあげるということですね。ちなみに MacBook Pro はこいつですね。で負荷をかけるサーバーなんですけど、僕の家にあと1台 PC があって、まあ、それは Windows 製だったので、まあ、WSL 使って AB をインストールして使用しました。まあ、本当はもっといろんな方法があるとは思うんですけど、ちょっとケチっていますね。で本当に言いたいのは下のやつなんですけど、本当はクラウドでやりたかったんですよね。 EC2 に、負荷かける対象サーバーと負荷かける、負荷サーバーをつけてこうやり取りさせようと思ったんですけど、それやっちゃダメってなんか EC2 のサイトに書いてあったので仕方なくやめました。で、まあ、単純なインデックスの性能を見てみますね。さっきのベンチマークサイトも要するにエコーでハローワールド出すっていう性能だったんで、まあ、あんまり変わらんだろうってことですね。でこのサイトに対して、AB をかけてあげると、まあ、ローカルホストってなってますけど、実際にはその WSL から、通信させてますね。でインデックスの性能比較ですよね。まあ、Apache、Nginx、PHP、FPM、Swall で、まあ、それぞれやってます。一番上がリクエストパーセックですよね。1秒間に何リクエストを投げてるかってやつなんですけど、まあ、Apache がなんか異様なほど少ないんですけど、まあ、それは置いといて PHP、FPM はだいたい90回ぐらいで、 Swall が300回ぐらいですね。なんで、まあ、FPM 費っていうのはそのリクエストパーセックの費用だと取ってるんですけど、まあ、Swall が 3.41 っていう、まあ、3.41 倍 PHP、FPM のリクエストをさばけてるっていう状況になりますね。でまあ、AB のパラメータは上に書いてあるんですけど、まあ、20秒間、50並列リクエストですね、50同時リクエストかってやってるので、まあ、割と1サーバーに対しては重いリクエストになってるかなと思いますね。でインデックスの性能比較としては、まあ、50同時リクエストっていう、まあ、割と大きめの負荷をかけたというところですね。で、まあ、秒間あたりのリクエスト数では、まあ、Swall は NGX プラス PHPFM の 3.41 倍もあるというところで、まあ、ちょっとアパッチは遅すぎに見えるんですけど速くなりましたというところなんですけど、まあ、これで納得する人は誰もいないですね。なぜならばインデックス表示するだけのシステムを作るってどこにあるんだいっていう感じですよね。でやっぱり認証とか DB の操作とか、まあ、要するに実用で使えるかどうかっていうのは大事なわけですね。ここにいらっしゃる方全員もう PHP 使って仕事してるはずなので、こんなおもちゃで喜ぶ人はいないわけですよ。なんで、まあ、実用で使えるかどうかっていうのを、まあ、検証しなきゃいけないわけですね。でとりあえずログイン作るわけですけど、まあ、これを作るやつもいないですよね。これやばいのはログインフェイク ID ってあるんですけど、 ID を入力してあげると それにログインできるっていうゲットリクエストですね。これは検証環境でやってるので商用環境で真似しちゃダメですね。で、まあ、最後にあなたは誰ですかっていうのを出してくれると、まあ、そういう、URL を作ってあげると。でちょっと検証のためには、ワーカー1個にしてますね。あ、これスウォールの話なんですけど、スウォールの中でぐる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 回ってるそのウェブサーバーが何個か立ち上がるんですけど、今回検証のために1個にします。で、まあ、とりあえずさっきのログインフェイクで、まあ、ログインしてみるわけですね。そうすると、まあ、なんかこう、3? あ、やべ、16の後に3がついちゃってるんで、なんか16ってデータに出てるんですけど、まあ、どうでもよくて、まあ、1番で入ってくるとあなたは16、3って出るわけですね。で、まあ、これChrome なんで、ちょっと別のブラウザーで、別の人間でログインしてみます。あとは二郎くんさんと。なるほどなるほど、ログインはできそうだ、ね、ログインの状態見てみましょうと。これ単純にあなたの名前を出すだけですね。でミドルウェアで応数してるんで、ここで認証が入ってるかどうかって見るわけです。で、双方で、見てみると、
2人とも耳録になってるわけですね。何が起こってるのかっていう話なんですけど、まあ、これログインするとオースユーザーっていうのが指し示すユーザーが決定してるわけですよ。で、通常であればレスポンスを返した後にプロセスが死ぬわけですね。 PHP の普通のプロセスは。そうするとオースの状態っていうのも変更されて、変更がリセットされるんですけど、スオールはプロセス生き続けてるんですね。なんでオースの状態もそのままになります。ということで次のリクエストに対してオースユーザーの状態が保持されるんですよね。ということで、まあ、簡単な経緯です。はじめオースユーザーヌルですよね。なるほど、16がログインしたら16になります。ジロ君がログインするとオースユーザージロ君になりますよね。でジロ君、あなたの名前は何ですかってジロ君って言うでしょ。イチロ君はジロ君になるわけですよ。でこのやばい状態を解決するためには、ね、あのこれはあのさっき入れたライブラリに用意されてるやつですね。クリーナー、ね、状態を持ったシングルトンや状態プロパティ、静的プロパティの処理後にリセットするっていうクリーナーですね。でこいつを用意してあげれば、要するにオースとかがリセットされて大丈夫であるというふうになるんですけど、これいくつあるかわからない、そのリセットしなきゃいけないのはいくつあるかわからないっていうのが問題ですね。でごめんなさい、ちょっとあの次のスライドがですね、あの間違って入れちゃってるんで、これ無視してください。で次がですね、あのスリープ、まあ、スリープを入れる人は普通はいないんですけど、これを、まあ、IO の代わりだと思ってやってみるわけです。とりあえずリクエストさせられたら、まあ、レートの3秒待つっていうやつですね。まあ、長い IO、なんかすげえ重いクエリー投げちゃったとか、そういう状況ですよね。を想定してみると。で、スリープの性能を比較すると、まあ、これ20秒間30リクエスト、30同時リクエストでやってるんですけど、まあ、ちょっとこれ、あの別日に撮ってるので、アパッチの性能が良くなったりなんかしてるんですが、まあ、見てみれば分かるんですけど、アパッチが一番いいんですよね、性能。で FPM が真ん中にいて、でソウルが一番悪くなってるんですね。これはどういうことかということですよね。まあソウルが遅くなっている理由は結構明らかで、イベントループ形式のサーバーなんですね。なんで無限ループして、そのすぐにコールバック返せれば、まあ、次のリクエスト処理できるんですけど、それができない、止まっちゃってるので、これじゃずっとこうブロックされてるんですね。なんで処理待ちが残りの処理待ちしてる人間がいっぱい待っちゃってるので、まあ、そのせいでこのリクエストが止まってるっていう状況になってます。でまあ FPM も実はあのワーカーに上限があったりするので、それに足して待ちが発生してるのかなと。まあこれ僕あのデフォルトのやつ使ってるので、まあんまり中身よく分かってないんですけど、まあ、アパッチはプロセスの制限とか特にやってないので、まあ、性能には問題を及ぼさなかったかなと思います。ということで、まあ、こいつを、まあ、スリープ何が悪かったかというと、まあ、スリープをその場で止めちゃったのが悪いんですね。なんで、非同期処理を入れてあげると、あの CO って書いてあるやつ、これあのコルーチンの略なんですけど、これやってあげるとコルーチンスリープということで 0.3 秒待ってくれるわけですね。ただ 0.3 秒待ってくれる間に別の作業をしてくれていいというのが、この CO の意味ですね。なんでこれを入れてあげるとリクエストはその場で止まるんですが、止まったから次のやつが来るまで、次のその 0.3 秒待つまでは他の作業をしていいよということで、新しいリクエストを処理することができるということですね。まあ、要するにワーカーが一度に複数のリクエストを受け持てるという状況になります。ちなみにこれ公式では絶対やるなって言ってますね。危険だと言ってます。で性能これはまたちょっと別日に取ってるのと、あとちょっとこうインチキしてて、コンカレント20にしてるんですよね。これ後で理由説明するんですけど、まあ2分の3倍ぐらいになってるので効果はあるのかなと。で念のため認証を見てみると、まあ、5秒待機してから自分の名前を出力するってやつなんですけど、まあ、これのリクエストを受け付けてみますと、要するに待機中も他のワーカーは他のリクエストを受け付けるというふうにするとこうなりますね。右ジロクになって左側、ログアウトしてます。これも、どういうふうになってるのかは後で、まあ、聞いてくれれば説明しますが、まあ、こういうことになりますよと。あと高負荷状態だ と、タイム、ワーカーがハングして動かなくなります。でこれの原因が分かんなくなったんで、今回の発表どうしようかな、ちょっと怖いなってなってたんですけど、まあ、ちょっとこういう事象があるってことは、確認できています。まとめですね、ちょっと時間オーバーしてるわ。
ララベルのスコアについての高速化については、まあ、スコアを上げるだけだったらできますと。ただその LP とかそのあまり状態を持たないシステムであれば高速化に利用してもいいんですけど、シングルトンとか静的メソッドとかをガンガン使っているララベルにおいてはスワフルをウェブサーバーで動かすのは状態リセットを考慮する必要があってかなり障壁があります。あとお前なんでスワフル使うねんっていう話なんですけど、まあプリロードとか JIT とか来るんでさらに PHP 速くなるんですね。だからこいつ使う必要はないんじゃないかっていう話なんですけど、ただスワフル自体は HTTP2 とか GRPC サーバー可能予定とかあって、まあ、PHP 本体がやらないこともやってくるので、まあ、追っておいて損はないかなというところですね。あとはまあ個人的な話なんですけど、まあ、使うんであればコルーチンをそのジョブとして使うのはいいんじゃないかというのは考えてますね。まとめです。ベンチマークによるとララベルはフレームワークの中では遅いらしいと。でララベルをスウォールで動かすとインデックスなどの単純な処理はページ出力が、高速化すると。で静的メソッドとかシングルトンに対応するララベルでは、スウォールで動かすってことは実用的には難があるということですね。スコアを上げるだけだったらいいです。実用はやめてくださいというところですね。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では Q&A に入りたいと思います。コメントや質問のある方は挙手をお願いいたします。そうですね。あれって試されますか？まだ試してないです。あれでどのくらい出るのかちょっと興味ありますね。そうですね、はい、僕もやってみたいと思いますね。はい、次に質問のある方挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。あ、コルーチンの定義っていうのは、まあ、なんかいろいろと今最近バズってはいるんですけど、僕の今使ってるコルーチンの定義っていうのは単純に並列処理ですね。なんで、こう途中で処理があったときにこう別 の, このラインができてこう処理をしてで最後にまとめるみたいなそういう動きのことを言ってます。あ、具体的にそのコルーチンを使うケースとしては例えば大量にユーザーのデータをクリエイトしなきゃいけないインサートしなきゃいけない場合とかってなかなかそのインサートの作業って重いんですね。でそのインサート作業っていうのを別のジョブに任せて要するに別のコルーチンに任せてでウェブのリクエストをとりあえず終わらせてあげると。でそうすると、まあ後でこうゆっくりとこうその中のタスクがタスクの残ったタスクとしてその DB のインサート処理をずっとやっていくっていう、まあ、そういう動きですね。